この日は北部で大雪が降った翌日、米子大瀑布に向かう林道も雪に覆われていました。そろそろゲートが近いかな。積雪のため冬場はこの先の林道が封鎖されています。須坂市の許可を得て初めてツアーを企画したのは、登山道整備などを行うマウンテンワークスです。あれだけのサイズの氷ってなかなか国内でもないですし、本当に滝の真下に来てこう見上げることができるっていうのもすごい珍しいと思います。不動滝と権現滝の総称米子大瀑布は日本の滝100選にも選ばれています。紅葉の名所で大勢の観光客が訪れます。普段は登山道の入り口から30分で滝の近くまで行くことができますが、冬場はそうはいきません。一足先に氷瀑を見てきた登山者に話を聞くことができました。こんなに結構迫力ありますよね。トレースがなくてラッセルになっちゃったので、なかなか体力消耗しました。トレースとは登山用語で踏み跡、ラッセルは雪をかき分けて進むこと。つまり氷瀑を見るためには前日の雪で真っ白になった山をかき分けて進むしかありません。ちょっと多分ここから少し深くなるんで、一回スノーシューに履き替えましょう。途中で休憩を挟みながら登ること1時間。ここが一応ビューポイントですね。ついに姿を現した不動滝。よく見ると茶色や水色の部分があることが分かります。鉄分がちょっと流れ出してて、まあ、それが氷結してちょっと茶色っぽくなってます。なのであっちの隣の染み出しの滝の方はもう少しクリアな水が凍っているので、青い波長だけをこう反射してで目に映っているので、海の水が青く見えるのと同じですね。冬にしか見られない幻の滝があると言います。まあ、ここからだと今2本ぐらい見えてて、あれも夏には全く滝ではないというか、染み出してるのすら見えないぐらいの感じなんですけど、冬になるとまあいうふうに凍って、まあ、かなり立派な姿を見せる、まあ、小さいの入れると10本はもう普通にあると思います。不動滝、霧状で、まあ、かなり柔らかい感じなんですけど、それに対して権現滝は結構水流が強くて、まあ、男性的な滝になってて、結構こう
なんですかね、対照的な滝で、不動滝の方が別名白龍の滝っていうんですけど、で権現が黒龍の滝と呼ばれてて、2つでこう双龍の、まあ、双子の龍みたいな名前で呼ばれてます。まるで時が止まったかのように凍りつく今だけの絶景。氷瀑ツアーは今月末まで開かれています。